사이렌토! 毎週やるって言っても早速もう毎週じゃなくなってます。なんかありますか？僕はあれあります、うん、先週1週間、うん、罰ゲームで、うん、1週間米生活ってのをやってたんですよ。でそのインスタグラムのアイコンを米にして、うん、米に関するストーリーを上げる。あの時ファン増えるんですか？増えた。俺も減ると思ってたんだけど、うん、まあやっぱその動画の中で米にしましたっていう、まあ、そこで宣伝になってたから、うん、まあ、結果的に増えて、うん、なんならちょっと米戻してからちょっと減ってすごいいいなって思ったのはファンの人も一緒にお米のさ、コメントは全部お米のなんかアイコン、本当に本当にみんな米にしてくれて、うん、別の人は卵にしてくれて一食分コメント欄で全部できちゃう楽しいコメント映画でしたね。本当にたわいもないことなんだけど、うん、俺結構その食ったものとかをインスタグラムとかでアップしたりするんですよ。最近トミーと食うものが異常にかぶる。なんて思った。そうでしょ。一回その一人用の火鍋食べた時も、うん、ジュンさんあれ僕昨日お昼火鍋食べましたよみたいな。恋人かな。そう、俺がアップしたものを見て食べるの決めてるでしょ。誰だよ違う、それで言うと、うん、で火鍋は俺が先にあげて、ジュンさんは、うん、あなんかあれ俺も実は、ああ、で俺らやっぱりさその食べる企画が多いじゃん。プライベートで食えるタイミングが限られてるじゃん大体企画やったらマックとかさ、うん、そういう系食うから、うん、かぶるんだよ、ね、かぶるかぶる。そうなんか確かに女性陣、うん、スタとかで写真あげると、うん、私すごい顔の大きさがすごい変わるんですよ。体重変化もそうだし、うん、むくみもそうだし、毎回皆さんなんか、うん、あの今日はちょっと痩せてるねとかやっぱ分かるんだと思って、うん、すごくない？だって多分これみんな知らないと思うけど、うん、英語チャンネルのコメント欄でも、うん、まだルックライクきびだんごキビランゴは知ってる。フィリピンの人もやっぱそれ突っ込んじゃうからね。だからそれ聞いた時にどう思う？ジム行かなきゃみたいな。結局傷ついてるからジムに行くわけでしょ。ダメよみんなそんな女の子の体型とかの話すげえ書いたらもう消すからね。失礼ですから、ね、なんか昨日動画の中で何あっ、ま、そうママママ、2軍一样一样，一元一元的哦。没礼貌，没礼貌，超没礼貌。編集で僕を消してください。それ。夕日ぐらい。ズームは？あ、最近マニさ、多分犬の友達がいないから、いつも猫と一緒に遊ぶ。犬の遊び方はちょっと激しい。あ、猫の頭はくんで、噛んじゃうの？噛んじゃなくて、噛むだけ。で、それしたら猫がめちゃ怒った。逆にマニを噛んだ。あら、今背中はきつくじがなくて、毎日なんかチーカーって友達を早く作ってあげないと。じゃあ私犬のふりしていこうか。ワン、でも噛むさ早くマニーの傷が治ることをお祈りしてますというわけで、あの前回の動画であのコメント欄の方で質問を募集しました。なので今回もその中から選んでお答えしていくという形を取りたいかなと思っております。で1つ目、メンバーの癖って何ですか？マナーは口癖がありますよね。待って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 、しかもズズも待って、さっきも話してるよね。それは何に対して待ってほしいの？めっちゃ真面目やん。この時間を待ってほしい、聞いてほしいみたいな。あなた喋るの待って。あ、なるほどね。うん、でもこっち喋ってない時に結構言ってる。あ、そうそうそう、一人で待ってない自意識かずずずは本当ってのがよく言わない。あ、ほんとめっちゃ言う。え、ほんと？ほんと？でも俺これ結構いいと思う。日本人が好きな本当のトーンだと。それは中国語は私よく言う。ちゃんとまあ、え、そういう台湾人の癖。確かに相づちみたいな感じですか。もうみんなに聞いてほしい。本当にズズってやっぱ普通に話すとこう言葉が強くなっちゃったりする。ああ、でもその何気ない時に出る本当が俺の中で一番可愛い。もしかしたらでもこの本当は結構編集でもカットされてる。ああ、もったいないんだよ。ちょっとちょっとお願いします。本当？違う違う。それも作ってる作ってる。これじゃない。本当？これ。今後編集さんはこの本当はカットしてはいけないという。めっちゃ多かったですよ。いやいやいや。で撮影中やっぱ僕らは髪はいじりがちなんですよ。結構撮影中に
この動物13これよくする。俺はトラウマがあって小さい頃から頭大きいって言われるんですよ。もう頭小さくしたいの、僕としては。ああ、そういう、そういう意味。ああ、成人式マッサージしてるってこと。あ、違う違う。髪がこう膨らみがちなんで。見たことないよ、でもこの調子。え、こんななんないけど、今のちょっと大げさに説明するために分かりやすくやったんでしょ。いや、そんな大げさにするからって、そんなやめとったよね。やめたみたいなもんは。でも俺、申し訳ないんだけど、その分かんない変化が、トミーが直す前と直した後。いや違う、これはなんか結構アホが多いんですよ。あー大丈夫かなって言って、よし、撮影するか。いや、うつんない程度だよ。うつんないレベル。だってもう、見てやるの。アホ毛の、アホ毛の塊。アホ毛固まった。サインのだから癖はね、すぐあれかな、リップクリーム塗るとか。ああ、それは今っていうタイミングで。いや、もうなんか乾いちゃうのが怖くて、プルプルさしときたいの。常にキスの。あ、すごい。いつでもいける。いつでもいける。今もいける、全然。ないとなんかこう、そわそわしちゃうの。家に多分25本ぐらいあると思う。持ってき忘れると、もうすぐコンビニで買っちゃう。ないよ。まあでも、プルプルしてるけどね。そのいや、ただでさえ唇目立つんだからさ。よくうちらは明太子いじらしてもらってる。コメントで、これやってんな、これやってるよって、うん、報告していただいたら僕ら全部見てるんで、直せるとこは直す、直さないとこは逆に直さない。はい、学生時代のお話や人生のターニングポイントについて、みんな下向いちゃいましたね。人生のターニングポイント、うん、2つある。1つがダンスを始めた時のテーマ。泣かれたダンスを始めた時もう、で、あと1つが受験勉強頑張った時かな。おお。今までバカだったけど、うん、めちゃくちゃ勉強して偏差値を倍に上げた時期。いや、元低すぎ。元いくつだ。そうだから、その時は結構世界が、今までダンスだったんだけど、うん、他にも視野が広がったなぁって思う、うん、なるほど。なんかね、ズズがずっとうつろな目をしてるんですよ。私人生結構暗いよ。もうドラマみたいな感じ、バーンって。 そう言える範囲でいいけど言えないかな。それはまだ近い、うん、なるほど。あー、なるほどね。すごいびっくりした。もうドラマを見てる。あー、そうなんだ、そうだよ。あら、私たちの秘密だ。視聴者一番ムカつくね。間違いない。俺らもちょっとムカつく。気にはなるよね。そんな人生がこう変わるきっかけとかはなかったんですかね。サインが出会うかな。うわー、泣いちゃう。それは私いつもブラブラブラしてる、迷子みたいで迷っちゃった。その時サインが現れた。降臨した。降臨した。 YouTuber、新しい目標は見つけた。いい話。サインだ、人生のターニングポイント。そうだよ。まあ、僕もまあそうですけど、で、1個は大学に入って演劇を始めたこと、でもう1個は台湾に来たこと。演劇始めて何変わったかっていうのは、今までは僕もあの進学校に通ってたから成績とか勉強がもう全てで、こう大学入って演劇始めていいなって思ったのは、個性がさ結構評価されたりするじゃん。当時あの顔でかいって俺コンプレックスだったけど、なんか演劇やってると結構この顔でかいっていうのが、その表情、そうね、それは結構コンプレックスがなんか自分の中で強みに変わった瞬間だったりしたから、まああと演劇サークルに入ったことでやっぱあの3人とも出会いましたから。で、台湾に来たのはやっぱもう大きいターニングポイントですよね。台湾に来たからこうやって今たくさん知っていただくことができたしね。だからもう台湾に来てなかったらもう絶対にもうなかったことだから、向こう10年の僕を変えるきっかけだったんじゃないかなと。でもやっぱりそこに3円がいるっていう、ターニングポイントじゃないけど、まあ関わってるっていう。そうなんですよ。じゃあトミーの3円ポイント。お前ちょっちょっ僕はあの、もう全然関係ないですしかも俺多分動画の中で言ってますこれ、あの自己紹介の動画で、うんうん、やべえ、全部喋ってんな。受験は俺もわかるな。周りにそんなもともと海外行くみたいな人がいなくて、うん、けど自分一人でこう行きたいみたいなんで勝手に突っ込んだ時に、環境が違えば会う人も違う、うん、だからでも僕らもやっぱ海外出ることで結構やっぱ変わってるってとこあるよね、うん、だってマナちゃんも台湾に来て3円と出会って、うん、あ、まあそれで言うと俺も台湾に来て、あれあれ、あ、やばい、3円やばい、やばい。じゃあみんなに影響を与えた3円のターニングポイントはどこなんですか。あらこ
話してない。多分中国語の方で話してます。高校2年生のイギリス短期留学です。はい。まあサマースクールっていう3週間のコースだったんですけれども、うん、でその時に台湾人と僕は出会ったんですよ。で僕はそこに来るまでは全く友達いなくて暗い、人とも全然喋ったことない、うん、だって今もちょっとねその名残とかあるけど、ね、プライベートではね全部払拭したつもりなんだ全然匂ってるそのドーバーに来てこんなに人生って楽しいんだって思うぐらい素敵な3週間を過ごしてでその隣にはいつもその台湾人でその中のうちの一人の女の子ベッキーちゃんっていうんだけどお名前も覚えとるやん結構可愛らしい、うん、で最後3週間の最後の夜に、うん、ダンスパーティーみたいなのがあそこで、うん、最後の1曲の時にベッキーちゃんを誘ってこう踊ったんですよ。おーい結局その後連絡は別に取れてないんですけれども、まあ、もうその段階で僕は台湾を好きになったと、うん、台湾を好きになったのもそうだし人生ってこんな楽しい人生はもっともっと楽しいことがいっぱいあるはずだから今後の人生はもっと楽しいことを追いかけようって思うきっかけになってそれ以降僕は本当にアクティブになってます。まだベキーちゃん探してる？もう結構探してるんだけどね探すなよ130万人も登録者がいてさ、うん、台湾に2600万人ぐらいの所持誰か捨てでね連絡行っててもいいぐらいなのに。いやでも言うてもう10年近く前の話でしょ。そうなの？結婚してますよ。いや、してるんじゃない？もう結婚してないよ。いやまだダンスの練習してるよきっと。また踊ろうって違う人と踊ってるよもうクラブで違う人と踊ってるよ最悪だよ。ちょっと自意識過剰なんですよ。でなんかその場の雰囲気でイギリスやからちょっとダンスしとくかみたいな感じで。そう勘違いでここまでやってきてしまった。でもすごいよあんたの人生変えたベッキーさんすごいよ。会いたいなベッキーさん。会いたいね。どうも抱いて出てきてほしい。はい超落ち込むわそしたら10人ぐらいってそのベッキーのおかげでね。というわけでねまあ皆さんの参考になったかは分かんないですけれどもみんなの人生を変えるターニングポイントになれるように引き続き三円台湾三円ジャパン頑張っていきましょうよ。素敵ですね。もしかしたら誰かのターニングポイントになってるかもしれません。はいというわけでいかがでしたでしょうか。第2回目でした。あんちゃんまたやってた。あーごめんなさい。うわっ癖なんで毎週ちょっとできるかは怪しくなってきております。三円台湾トークですが2週に1遍ぐらいやりたいですね。はい。もしこんな話題してほしいよっていうのがあればぜひあのコメント欄の方にお寄せください。というわけで今日の三円台湾トークはこれで終了です。はいそれではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。この動画が好きなら高評価登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイートもあるよフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバイ。